MSN02 ジオングは YMS16 系などの機体計画が提案された当初から開発が検討されていた機体で、一年戦争際末期にようやく設計の完成を見た際コミとサイモビルスーツである。際コミは、ミノフキー粒子の散布技術の発達に伴って無効化された電子線、特に遠隔誘導技術をほぼ完璧に代替するシステムであったが、デバイス自体の小型化が困難であったため、機体も非常に巨大なものとなってしまった。両腕は有線際コミ誘導の5連装目が粒子砲となっており、オールレンジ攻撃が可能である。また、広告の究極のモビルスーツを目指して開発されたため、国名を取ってジオングと名付けられたと言われている。アバオア空攻防戦時において、ラオウ市内、ゲルググも撃破され、また、赤い彗星ことシャア・アズナブルが足部ユニットや一部装甲を欠いた状態で出撃し、アムロがカルガンダムに追いすがる。四方からのオールレンジ攻撃がガンダムを狙う。